はい、じゃあ今日は、まずはビギナーパック。今シーズンから新しく、追加されたのかな。ビギナーパックって何なんですかっていうのと、どうすればもらえるのっていうコメントがね、ちらほらあったんで、それをこの間教えてもらったから、それの説明から。まずビギナーパックっていうのは、なんかここに新しく追加されてて、チームへようこそ、チャレンジを完了すればビギナーパックが手に入りますっていう、このチャレンジって何なんですかっていう話から始まって、で、それがホーム画面のプレイを押して、訓練っていうやつを押した時に出てくる左下、オペレーターの専門分野ってやつかな。ここにあるのがこのチャレンジらしい。で、このチャレンジっていうのがオペレーターの専門分野っていうことで、12種類の専門分野があって、各オペレーターは最大2種類を所持できる。専門分野の3個のチャレンジ全て完了すれば対応するオペレーターを解除でき、所有済みの場合は名声ポイントを獲得できる。まあ、つまりなんか、これからこのゲームを始めた新規プレイヤー向けの救済処置っていうか、まあ、名声貯めるのね、2万5000とか貯めるの大変だから、このチャレンジクリアしたら、このそれぞれのオペレーターもらえるよっていう新しいチャレンジらしい。で、それが、例えばこの火花とかのやつだと、チャレンジが3種類全部あって用意されてるらしくて、まずチャレンジ1、バリケードまたはハッチを5回破壊。完了済み、名声250、バリケード破壊かハッチの破壊を5回するとチャレンジ1が終わって、チャレンジ2、補強されたオブジェクトを2回破壊で3日の名声ブーストもらえて、チャレンジ3が補強されたオブジェクトを破壊して125ポイントを獲得。これが終わるとこのビギナーパックかける3つで、全部終わったらプラス1万名声、もしくは火花を解除してない人は火花がもらえるっていうことかな。俺がこれツイッチが終わってて、オペレーターの特定とか爆弾の発見、敵のスキャンアシストっていうあれで全部終わったら、俺がツイッチがもらえてるっていうことかなっていう感じらしいです。これとかおめでとうございます。1万名声ポイントを獲得。ライオン、俺はもう解除済みだからこの1万名声をゲットっていうのが、あとはエラー、リワード獲得。バルキリー、リワード獲得。ルーク、イエガーって感じで、まあいろいろチャレンジが用意されてて、それをクリアした時にもらえるのがビギナーパックっていうやつらしいです。名声もらえるチャレンジもあったり、ブーストやら、ああ、バトルポイントブーストもらえるんだ。もらえるものはいろいろあるみたいですね。っていう感じですね。っていうのが、ビギナーパックの詳細です。何入ってんだろう。ああ、普通の、なんだ、アルファパックと変わりはないみたいだね。なんか、これしかないみたいな。特別なあれではなさそう。わお、ウィンドバスティオンだ。紫、なんだこれ、サハランカレッジ、初めて見た。っていう感じかな。でも解除しないとスノペってチャレンジできなくないですか。あー、そんな難しいことじゃないですね。例えば火花が欲しいから火花を解除したいっていうチャレンジで、これ火花を使ってやらないといけないわけじゃなくて、例えばレベル1だと補強されたオブジェクトを2回破壊を、別にどんなキャラでもいいから、まあ例えば火花じゃなくて、これ補強されたオブジェクト破壊できるのはあとテルミットとエースとマーベリック、他にもいろんなキャラクターって感じで、あとハードブリーチングチャージ持ってるキャラクターだったらそれでもいいしね、とかそんな感じで、別に火花が欲しいから火花でやらないとこれが進まないっていうことじゃなくて、ただただこのチャレンジをそれぞれ適用してるあれでクリアすればいいっていうことだと思います。
クラスターチャージの貫通は補強壁の破壊ではないんじゃないか。多分そのテルミットとかのハードブリーチングとかって書いてあるわ。補強されたオブジェクトはハードブリーチングチャージや火花のエクスカイロス、テルミットのヒートチャージ、ヘースのセルマ、マーベリックのブリーチングトーチなどのデバイスで破壊できます。だからここに書いてある通りにやってあげたらクリアできるよっていう感じだね。まあ多分初心者用に作られてるからそんなにハードなやつは入ってないと思います。そんな感じですね。なんでビギナーの方々は名声ね、貯めるの結構大変だと思うんで、このチャレンジクリアしたらサクッと新しいオペレーター解除できるんで、やってみてください。が守ってるのか。ナイス。あの盾壊せるキャラは、ADS があるな。なんかメルシーとイエガーだね。別にこれ壁は余裕で割れる。あとはソリスか。階段上か。下にいるかも。うわー
わあ、バンディットでビービーしてる。あ、エコードローンもいる。エコードローン1個パクったー。エコードローン2個パクったー。あ、1個は壊されたか。いやでもエコードローン2個パクったんでね、僕は。おっ、これやばこれすごいわ。あのバンディットの餅つきをエコードローンで阻止するという、この、いや、異次元プレイだなぁ、これ。おもろ、これできんの。いやぁ、これが弱いわけねえんだよなぁ。A ボムに、あ、2人いるわ、これ。階層とボムだな。A ボムラバンディット。下にもいるな。右にいた。なんか下2人かも。いや、ソーリー。あー、ミートいるわ。あー、なるほどね。ダメだ、痛すぎる。ガレージカイド。届かないか。ガレージ上と。上に置いてあった。
ったね。ガイド1個壊した。バルカも探せてないな、そういう。筋トレ仲ワン。シャワーと筋トレのロテ。もらった。